ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでいつものです。やっていきましょう。めんどくさかったわけじゃない。まあめんどくさかったわけではないけど、めんどくさがってないかって言われたらめんどくさかったわ。すまんな。さてさて、前回から時間は空いているのですが、今回は覚えているぞ。あー、柔らかい桃。事故った。まあ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 、どうせすぐ治るでしょう。あー、ちょっと、あ、バーン、あぶねー、おにぎり。よいしょ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 、オッケー。レベル17。さあ、どこまでアッパーを意識するかですよね。おっと、血吹灯が。さあ、血吹灯でいいのか。本当にモンスターハウスとかで事故ったらってこと考えたら、血吹灯じゃねえのは分かってんだけどな。でもな、ここまで来ちゃったらっていうのもあるよね。なんか今更ねえみたいな。デカショップだ。さて、500円ってなんだ。重いつぼ、あ、普通の桃もあるじゃん。いいですね。さーてさーて、これもいらない、これもいらない、ハテナもいらない。で、こっからだな。よいしょ。で、あぶねー。え、これもだったりしないよね。思わず投げちったよ。なるほど、428だったか。428か。さて、まあ桃はもらっとくべ。なんだ今の。高飛びはいらん、神獣もいらん。で、無敵装を持ってっときたいんだけどな。で、まあとりあえず買い取っていただいて、購入させていただいて、で、これよ。お500円、お払いか。でもお払いはお払いと分かってて損ないな。オッケー。さて、まあこうなったらあとは予定通りの流れで行くのであればというところなのだが、待てよ。はい、で、待てよ。おい。で、合成かけといて、ほいほい。おらい。あー、プラスなしか。純粋に、盾食わせただけの話になっちゃったな。ちょっとこいつ危険性はあれど、でもやっぱりだけど、ちょっとレベリングしてから出た方がいいわ。まず間違いないと思う。だって結局今そこにおにぎりもあるわけだし。だから18、19狙えるんじゃない？やっぱやれる時に強くしといた方がいいよなー。あれだよね、コロコロね、レベリング不要説とレベリングした方がいい説を唱えててね、なんかお前方針ずっとコロコロしてんなって噂は焼きおにぎりです。あると思うんだけど、焼きおにぎりばっかりになっちゃったな。焼きおにぎりが悪いとは言わねえんだけどさ。なんだほら、でも19、なんなら20ぐらいまでドーン上げられると思うんだよね。あー、めんどくさ。おいでよ。で、はい。さあさあ、そうだよね、この水のところとかにいてさ、万が一水で回復するモンスターとかいたらさ、この血しぶき灯がめちゃくちゃ悪さすることになるんだよね。だから考えなきゃいけないところは考えなきゃいけないんですけど、よいしょ。
まあでも19までは持ってけんべ普通にね。だからちゃんとお腹が膨らませられるんだったら、お腹が膨らませられる分頑張るができれば良いのかなと。19まで上がったからもういいかなって説はあるんだけど、あいつくらい倒すか。あー2回目、さすがに2回目はよろしくないね。はい、ギャザー。さあ8アッパー。さあこの8アッパー大事にしていきたいけどな、大事にしていきたいけどな。深い壺、混乱の巻物、覗く。あーなんだ、拾ったことがあるけどハテナだよという意味でハテナをつけとく。で石、ちょっとな、向かい合い方考えないと事故る可能性もあるからな。こうやって、まあ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 、桃がも桃ベースで見てきゃいいだろう。ではいはい、ドゥバだらけ。まあまあドゥバも経験値になるからいいんだけど、厚で、えい、来た、こういうの外れたな。はい、ではいはい、あれすげえ外れてんじゃん。はい、あぶねえ、ちょっと怖かったけど、かまいたちがすこぶる効いたね。かまいたち持っててよかったなっていうのが一番の感想だね。さあショップ、デカショップだ。待てよ、よいしょ。さてさて、黄土色、悩ましいな。まあこの中で言えばこれと右もいいかな。で場所替えも一回使ってるし、でこの壺自体もわからんから置いてくとして、その代わり持ってくのが何かなんですよね。ちょっと杖持ってとくか。はい、でお金買い取っていただいて、食料ばっかなんですよね。だから今物理脱出しかできないので、鈍足早くなった、倍速の杖ってこと？そんな都合よく？もう一回、鈍足で確定、倍速で確定だな、間違えた。倍速じゃなかったっけ名前。まあいいや、俺が分かりゃいいから倍速にしとこう。おい、何が割れた今。あ？何が割れた？何もか。じゃあまあまあいいとして。で、そうなると、倍速もいらない。ってことにして。で、こっちが来たらどうせ。え、飛んできてよ。あ、俺売ってるだけだっけ？ああ、じゃあ、だから来ねえのか。あ、間違えた。危ねえ。んで、まあ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 、おにぎり、どうしようかな。あれ、ヌドバでしょ？さっきまで、あ、焼きおにぎり。何物の中の焼きおにぎりか。なんだ。危ねえ。寝すぎじゃないみんな。まあ、とりあえず。でこれ敵を倒すことによって剣と盾の印が上がるからいいんじゃねえや、グレードか。だからそこも狙いたいもんね。だから一回おにぎり食べといて、で今保存の壺系がないから、柔らかい桃をいつ食うかなのよ。まだ柔らかくねえけど、まだ柔らかくねえけど、あの桃をいつ食うかっていうのも結構重要なので、とりあえず、おお、化け大根、まさかの2回連続回避。で、まあ、これは、振っとこうかな。でも、毒草もな、考えようによってはすげえ便利な武器なんだけどな。
で、よいしょ。食料だらけだもんな。まあとりあえずまたあれか、いい感じにレベル上げるか。さあ2回目の風が吹いてきたので、こいつら倒したら退出って感じですね。今回もターン的にはもう限度いっぱいまでいました。でなおかつ柔らかなおにぎりになりました。で血しぶき残党になって、さらにちょっと強くもなりましたっていう状態なので、まあちょっとこんな感じで引き続き嘘だ進行していきたいなと思ってるんですが、いつもながらのあれですね、ミドロがいるから俺が嫌うゾーンですね。アイアンヘッドの時逃げれないんだね、血しぶき残党持ってるから。それは純粋に今初めて恐怖を感じたわ。いつもだったらね、斜めに1個移動したらチャージ状態が解除されてバーカと思ってたけど、これはめちゃくちゃあやべ、めちゃくちゃあれだね、アイアンヘッド側に優位な武器だね。で高級点か。さておにぎり、おにぎりまみれよ。焼きおにぎりがもはや回復アイテムとしてさんさんと輝いてるもんな。まあ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 、やれるところはやっていきたいんだけど、問題があれですね、力がもう少しでゼロになりそうですね。やば、力こんなに下がったの見たのすげえ久しぶりだわ俺。まあ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 、これ毒消しそう、毒消しそうがありゃどうとでもなるんですが、さあ剣豪、はい。でもレベル10アッパーあるからいいやって考え方もできるけど、めんどくさがっていいことは何一つないので、ちょっとまたあれかな、もう柔らかい桃も食いてえし、柔らかい桃食うためにはオッケー、そう柔らかい桃も、もうやだー、くっそー、マイナー1まで持ってかれちまったよ。やっぱミドルエリアは抜けようかな、ストレス指数が高い。よいしょ、はい。なんでで多分もう1フロア落ちちゃうと腐っちゃうから、あおねむがらがらいいっすね。鹿の巻物、オイルの巻物だった。おねむがらがらは脱出の巻物って言われてもな、今回はスルーだな。甘えてんじゃねえよって話だもんね。はい、あー渋グリーン、そうそう、脱出のために頑張ってるわけであって、むしろね、50回からの脱出という脱出に向かって頑張ってるわけで、巻物使って得られる脱出なんか脱出じゃないから。で、とりあえず柔らかな桃食って105% で目つぶしの罠、よいしょ。さてさて、鳥、おい、最大満腹だか、何もか、パワーアップ層は別に今飲まなくてもいいんだけど。さて解放もしちゃったし、ここはミドロがいないエリアかな。いないエリアだったらもうひたすら、とはいえな、回るポリゴンでどれだけやられるかっていうのはちょっと注意しなきゃいけないよね。はい、渋グリーンが渋いよ。さあ回していきましょう。トータルバランスで考えたけど、踊るポリゴンがいるフロアでレベルを上げて、万が一パラメーターが上がったところで下げられてたら意味がないから、ちょっとやめました。でこれは呪われてるんだね。だから封印、ごめんなさいなのでもうこれはいらないかな。
さあ盾が縦横の盾。さあポリゴ寝てるとき可愛かったな、目横線で。ただな、通常が可愛くもなんともねえからな。で、はい、ドン。もう全然倍率上がんない。半月の壺、よいしょ、入れる。独走、三河志向か。三河志向自体は全然意味ないわけでもないし、ありがたいんだけど。フクロウの巻物、お眠ガラガラ。識別か、ゴリラ。お眠ガラガラ。血の恵みか。あれだったらな、後々の合成のプランの中で巻き込めたんだけど。ペンギンの巻物、オーラ消し。なんてことねえな。さーて、どうしたもんかな。とりあえず封印はもうどうしようもねえから、救いようもないから。ゲドロがいなくて回るポリゴンがいないんだったら、ここがレベル上げスポットかな。なので、おお、おお、あー、そっか、見返しついてるわ。なんでまあまあここでちょっとね、あー、じゃあここもスキップです。最大 HP とかも上げたいのに最大 HP が上がらないんだもんね、いくら頑張っても。なんかそれだったら何のためにレベル上げしてんのかって感じになっちゃうから。んで、さあ巻物ショップ、紹介状は遅かったんじゃないかな。紹介状は遅かったんじゃないかな。さてさて、どうしようかな。といってもなんか売りに出せるほどのものもねえんだよな。1万値だやし、値だやしってかジェノサイド。ああ、魔物活性化か。まあまあいいとして、万が一なんかアイテムのドロップがあればここで売却も見えるってことだね。ひし形の壺さん入れる。目薬草、冷え冷えか。冷え冷え効は浸透滅却でしょ。だからドラゴン戦には使うんだよね。ドラゴン戦にはあった方がいいってやつだよね。だってなんだったらどうだろう、50回までにアークドラゴン、スカイドラゴンだっけ、出るのかな。それにもよるんだよね。そこまでの知見が溜まってないからなんとも言えねえんだけど、パート80何まで来てそこまでの知見が溜まってないだ、ふざけんなよこの野郎傾いた壺、ちょっとこれワンチェックだぞ。そっか、これってここに入れた時点でポムポムはもう死なのか。鈍足、違う。でも割れずの壺だ、割れない壺だ。いや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 、これは識別できていてよかった。今俺おにぎり入れようと思ったもん、なんだったら。だからガンになるようなアイテムを先に駆除するっていう動きができるようになってるだけでも若干は成長だと思うわ。で、円錐木の矢、円錐の中に、場所替えで覗く。あー、監禁だ。なので、あー、そっか、札はぶつかん、あー違う、これ神道滅却状態だからフォーリーいるね。フォーリーがいるね。とりあえず監禁と割れないは、もう買って。んで、よいしょ。間違えた。別にオーラ消しはいいの、ね、で、フォーリーがいるのはちょっと気になるけど、まあ、おっと。すえーな、おい。一回背中押しとくか。
はい。こわ。はい。いや、経験値高えけどさ、それのためにこうむる被害が尋常じゃねえだろ。でも23アッパーはちょっと不安が残る数字っちゃ不安が残る数字なんだよね。できればもうちょっとレベル上げといて安心しときたいし、あの血しぶき残党が毎日食らってるのもあるから、今パラメータ下げる系の敵がいないんだったら、あのちょっとでも敵いっぱい倒して剣を成長させたい。ドールの巻物、ゾワゾワか。あ、でも一個鑑定、うん、何、何かが現れそうか。あー、今回こっちか。人食いデビルはダメだ。さてで、幸せの札もどっかで行けるところで鑑定したいんだよね。よいしょ、幸せの札じゃねえ、こっちのもう一個の方、補定の札。爆睡か。でまあまあ、すげえ気持ちよさそうに寝るじゃん。でできれば幸せの札、さっき言い間違えたけど、幸せの札を使ったレベル上げも検討したいのよね。ただここら辺のフロアになってくるとね、なんかこうしたらお得って敵が言うほどいないんだよね。よいしょ、あっと、そっか、逃げらんねえわ。ちょっと待って、はい。で、うん、ああ、まあ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 、ちょっとそんなにダメージ受けるつもりはなかったけど。で、はい、とりあえず、あ、水辺かなんかで回復してんのか、それとも癒しウサギか、ちょどっちかがわかんねえけど、ウェイトタイムがめんどくせえから駆除したいな。で今7アップでしょ、7はやっぱ低いと思っちゃうよね。もうちょっと欲しいなって欲張っちゃう。だいたいお腹に対しては全く困ってねえんだから。あれ拾って投げなかったのは何か理由が、水切りか。あー、なるほど、おねむガラガラといい水切りといいっていう感じだから、合成はさせたいんだけど、でもね、純正でマゼルの次に会えるところのフロアで考えると結構まだ遠いのよね。そう考えると何かしら、あの救済処置というか、まあ合成の壺拾うなりなんなりできたら理想ではあるけど、まあそこまでの高望みが叶うかどうかって感じで、どうせこっちでしょ。んで、よいしょと、ここか。で、オッケー。で、まあ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 、犬のおにぎり食うから、あー、全部焼きおにぎりになってる。そっか、まあ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 、満腹度もそうだし、あれかな、足踏みかな。キョコダイルがな、言うほど経験値高くないんだよね。そうだったらまだワシザキバシの方が強いっていうね。まあまあ、とりあえず今満腹度が 480% あるわけだから、ちょっと足踏みはするけど、よいしょ、足踏みの場所は考えて。おーい、怖え。さあ、でまたここで6アッパーだけど、間もなくレベルが上がるから7に戻りますねと。焼きおにぎりでしょうね。で、笑いの壺、怒りの罠、あ、くびれた壺、焼きおにぎり入れてみる。目配り口で、目配り口はまあもういいやって感じ。ただまあ、この後このフロアで会うヌスッと時計に関してで言うと、こっちの方がイニシアチブ取れて美味しいから、もちろんそのイニシアチブは
もらえるようにするんだけど、おっと、よいしょ、で、OK。そこは開通ありがとうじゃない？で、はい。で、どうせこいつは盗めねえから、黄土色の草。素早さそうか。おーっと、時間差モンスターハウス。さて、ちょっと待てよ。時間差モンスターハウスはいいんだ。時間差モンスターハウスはいいとして、とりあえず40しかねえんだよな。そっか、そっか、逃げらんねえんだ、離れらんねえから。だから待てよ、残るよな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 、オッケー。で、できれば笑いの伝播がさっさと行われてくれりゃいいんだけど、そうね。で、こんな感じで、ちゃっちゃか対応ができて、まあ、この2匹が残ってるだけなら、別にって感じだから、待てよ。背中か。あんま背中っていうのも行きたくないんだけどな。あー、であいつあれか、俺の焼きおにぎり持ってるやつだ。痛い。で、焼きおにぎり回収できた。で、何かが分かんねえからな。で、歪んだ壺覗く入れる。焼きおにぎり。オッケー。お待ちしてました。もう焼きおにぎりラッシュですよ。焼きおにぎりじゃなくてもいいんだけど。で、よいしょ、よいしょ、あーっと、罠があるかどうかを調べた上で行くという。で、大きいおにぎり、まあ大きいおにぎりそのままキープでいいんじゃないですか。んで、そうね、ドッキシトでも食べといて。やり過ごしの壺はね、欲しいですね。で、はい、桜の杖。いて、めんどくせえなお前、ゾワゾワね。ゾワゾワで、そう、今何がしたかったかって鑑定したかったんですよ、札を。なので、よいしょ、おっと、おっと、おっと、混乱。おっと、よいしょ。で、さらに鈍足。まあ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 、ある程度見えましたけど。おっと、この杖がまだ何なのか分かってないですもんね。で、どうもどうも。金縛り、火器の杖、あ、道具封印で、こんなもんか。さて、まあ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 。で、盗っ人がいるエリアなので、ワンチャン保存の壺とか狙えるんすよね。保存の壺狙いたいっすね。そう、こいつがたまに突っ込んでくるのはまあいいので、そう、飯自体ももう、あり余ってるし、どうもどうも。なので、ガンガン来られたところでね、別にそこまで困らないから、できれば届けに大量に来てもらって、届けを処理していくことで、あの壺とかの数を増やしたい
なーっていうのが個人的な狙いっすね。なんでちょっとまたギリのギリまでなんだこのフロア待機かなーっていう。よっしゃ、容器の刀。はあ、プラス50まで持っていけるんすね。なんか相当強い感じしますね。さあ、というところで2回目の風が吹いてきてしまったので、まあまあここら辺じゃないですか。で今レベルが7アッパーで、ちょっと状況的に言うと7アッパーではあるが、あの何結構遠いというかね、何レベルアップまでの必要経験値がちょっとしんどい状態が続いてるので、焼きおにぎり大変ですねと、睡眠そうかっていうところではありますが、まあ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 前のフロアとやることは変わんないですかね。恵比寿の札、そうね、保存の壺がもう一個欲しいのよね正直。狼、何これ、監禁の可能性あるよ、お眠からから。メッキめちゃくちゃ欲しいぞ、おい。メッキか、もうお眠ガラガラ放置で笑えなくなったな。んで札の鑑定、あーツボが目の前で消えた。さて恵比寿の札、あー強戦士か。よいしょ、強戦士。さあ盾も獣王の盾中になったぞと。で放り出せず、力8では無理でした。ここに関してもあれかな、こんなもんかなっていう感じがしちゃうな。そうね、あー山彦校死んだ、山彦校がいった。あシャベルのやついるとこれがあるからやだわ。さーて、もう何度となくやってきましたけど、ここはレベリングですかね。はい、というわけでまあ風が吹いてきたところでございまして、ここら辺で探索終わりかなと思っているんですが、ちょうど時間もいいところ。というわけで今回はこの辺で、次回は19回から先をですね一緒に見ていきたいと思います。ここまでのお相手は私、ガミンコ、デガミアリがご案内しました。ではまた次回動画にて、というわけで See you next time, stay tuned! バイバイ。